皆様こんばんは、こんにちは、おはようございますということで、本日は、このレントゲン室で、いきなり始めますけど、あ、ここねレントゲン室なんですよ、実はね、内緒ね、あの内緒ですけど、そういうことでいきなりこっちで始めますけども、あの普段使ってる、まあサックスがね、今入院中ということで、メンテナンス中ですので、ちょっといつものサックスがなくて大変に寂しいので、以前から持ってる、サブ用のサックスですね、こういう時に使う用のサックスが何種類かありますので、それを順番にこれからご紹介していこうと思いますけども、一番最初にご紹介しますのがね、こちらになります。じゃーん、すごい青い、素晴らしい、これがね、今を遡ること10年以上前だと思うんですけどもね、その時に、ネットで購入した今をときめく、J. マイケルのサックスですね。これがね、本体とマウスピースと、それから、リガチャートリードとストラップとケース、ハードケースと全部セットで2万円ポッキリでした。なんと2万円、もうサックスの値段じゃないよね。でそれで、じゃあどうなんだというところをちょっと紹介してきますけどもね、パッと見キーアクションはまあそんなに悪くないし、キーの配置とかも、セルマーに近い感じで、違和感はないです。でね、ただこの色ね、これ真っ青なんだけど、これよく見るとね、これここにね映ってるかしらね、ここにね彫刻彫ってあるんですよね。わかるかな、ちょっとわからんね。でわからんぐらいなんですよ。でこんなんさ、こうせっかく青く塗るんだったら、青く塗った後に彫刻彫ったらね、彫ったところが金色に浮いてすごいかっこよかったはずなのにね、わざわざこの彫刻彫った上からあのサイドを塗りつぶすように落下がかけてあるというところに非常にセンスのなさを感じるわけですけども、一応疑惑としては、普通に金色のサックスとして売られてて売れ残っちゃったもんでしょうがないから、さらにその上からもう一度青く塗り直して激安にして売ってたんじゃないかなと、そういう疑惑の目で僕は見ています。それと、あとね、こちら見えますかしら、ネックね、まだマウスピースつけてないんだけど、これ、ちょっとピント合うかな、これね、サックスをちょっと触ったことがある人にはすごくわかると思うんですけど、ネックコルクがペラペラなのよ。もうね、こう 0.5 ミリもないぐらいね、ペランペランでね、こんなところにマウスピースつけちゃって、マウスピース大丈夫なのかなというように不安になるような、ネックですね。まずパッと見分かるところとしましては、で、ちなみにこれは購入して1回外で、演奏する機会があった時に1回だけ使いまして、それ以降10年以上、お蔵入りになっていたものを今久しぶりに取り出してきました。さて、じゃあどんな音が出るんでしょうか、いろいろと検証していきましょう。マウスピースつけました。もうつけるのがね、ヒヤヒヤですね。もう全然クッションないもんだから、ちょっとこんなんつけてマウスピース大丈夫かな。いや、まあとりあえずつけてみましたんで、ちょっと音を出してみましょう。まず低い方行ってみましょうかね。です。多分どっかが漏れてるのか、しっかり締まりが悪いのかちょっと分かりませんけども、低音域がすごいひっくり返りやすいですね。あとはこのレのシャープのとね、ここのキーの開きが多分これ薄いね。多分ここのクッションのね、ここの映るかな、ここのコルクがなんかちょっと分厚いんじゃないかな。ちょっと調整しないとね、あんまり開かないから。
この音怪しい、ここ使うとちょっと怪しいです。で、下の方はちょっとそういうことで、あの低音域ドより、このドより下の音は多分ちょっと使えないと思うんで使わないようにしましょう。で、上の方行ってみましょう。真ん中の例の音がね、抜けが悪いのはまあね、悪いだろうなと思っていますから、まあしょうがないね。ただこの辺の上の方の音はね、まあ比較的なるかなと。まあこの辺の音っていうのは結局ここからここまでの責任ですから、まあ、割と責任が浅いね。この辺の音、この辺の音とかこの辺まで使うことはここからここまでの楽器の責任になるから、だんだんダメな音になっていくというような気がしました。出ますという感じです。ではね、実際この楽器で、曲の方を演奏してみようかと思います。まあ、せっかく青い楽器を使ってますんで、何か青い色にちなんだ曲をちょっとやってみましょうかね。はい、
かがでしたでしょうか。ちょっとね、もともと僕はね、そんなあのいい音程で吹けるような奏者じゃないんですけど、自慢じゃないですけどって、本当に自慢じゃないけども、なんだ、結構音程は怪しいですね。オクターブので音程がちょっと怪しい気がします。多分半分以上は楽器のせいだと思います。で、これ演奏聞いてね、気を使って、いや、どんな楽器でも素晴らしいですとかね、なんかこうね、そういったこと気使って書いてくれる方多分いると思うんですけど、ちょっとそれはやめといてください。結構ね、心苦しいのです。で、やっぱりね、10の力で吹いても5か6しか音にならない感じっていうのがね、すごくするんですね。だから吹いてて楽しくないんですよ。とにかくね、生まれて初めて手にしたサックスがもしこれだったら、その人は多分不幸になると思います。安いからってんでね、でこうね、うわサックスちょっとやりたいんだけど、うわ2万か、よしちょっといっぺん買ってやってみようかなとかね、そういう人絶対いると思うんですけど、やめた方がいいと思います。もういろんな人がね、口を酸っぱくしてそういうことを言ってると思うんですけども、本当にやめた方がいい。吹いてて辛いんですよね。思ったように音が出なくて、こんなね、なんでサックス吹いて楽しいはずなのにこんな辛い思いしなきゃいけないのっていう気になってくる、そんな楽器です。だから初めての方には非常におすすめしません。で、まあ、もし使うところがあるとすれば、まあ、今の僕みたいにそのサックスをメンテナンスに出してる時、代わりにちょっとでも練習しようかなという時に、まあ、使うか、あるいはね、過酷な状況での使用に対してはいいかもしれません。まあ、だからある程度できる人限定ですよ。例えばね、どうしても仕事で演奏しなきゃいけないんだけど、そこがなんと砂浜の波打ち際で潮風吹きすさぶ中での、営業の演奏がの仕事が来たと、そんなところにね、100万もするようなマーク6とか持っていけませんからね。そういう時にはこういう楽器が活躍すると思います。あるいはそうですね、パーティーのバックバンドをやらなきゃいけないけど、そのパーティーが参加者全員で同じフロアでパイを投げつけ合うパーティーだったとかね、いつパイがこっちに飛んでくるかもわからない緊張感の中演奏を続けなきゃいけないと、そういうような仕事が来た時にはもう活躍すると思います。あるいは周りに刀を抜いた侍が歩き回っていて気に食わない演奏をすると刀で切られるかもしれないとかね、そういう過酷な状況だったら、こう侍に襲われたらパッとこうやってこう受けた止めることが躊躇なくできますので、まあそういう時に使うのには便利な楽器ではありますけども、くれぐれも初心者の方、これからサックスを始めようという方は、こういう楽器の使用は避けた方が無難だと思います。まあ、そんなことで、一応自分のサブ用の楽器としてもう一個本当のサブ楽器がありますので、そちらの方の紹介はまた次回以降にできたらしたいかなと思っております。今日の動画はこれまで、次回もまたお楽しみに。では皆様さようなら。この動画を気に入っていただけた方は、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、ご意見、ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。では、また。